メガネアクセサリーリコーーコドでございます今回は腕時計の汚れ落としやあの除菌対策にですねあのメガネのシャンプーもあの、まあ、使うことができます、まあ、そのことをちょっとあのご説明したいと思います眼、まあのシャンプーはガネばっかりですなくて、ね、あの腕時計でもあの使うことが可能でございますんでねただあ,のあくまで防水時計ですね こういうあのねじ込みーズでしっかりしたこの防水性、10気圧防水以上のないとちょっとまあ難しい面ありますけどね。まあそういう場合はちょっとこういうふうにですね、あの、泡振りかけて。で、汚れひどい場合ですね、まあうう裏目もですね、こういうね。ちょうどこういうとこも。ひどい場合は、あの、こういうブラシですね。 古い歯ブラシですから、使い古いしの古いとこ、こういうこ擦っていただいて、あと水道水でザーッと流していただければ、こういうね、ベルトのこういう隙間とか、そういうとこもですね、かなりこう、あの、汚れ出ますのでね、除菌効果もありますので、まあ、これから夏場ね、汗かくことも結構ありますので、そういう場合はこういうふうにですね、あの、毎日洗って,みてもいいと思いますね。外出、ね、家から帰ってきた後に。 まあちょっとまあ撮影の関係で今こうね、ボウリングに入ってますけど、あと水道水でザーッと流すなくていいですから。あとはあの、あれですね、タオルで拭いたり、拭いたり、してティッシュで拭いて、あと乾かしていただければ、それでも、完了とか簡単にできますんでね。とかですね、よろしくお願い申し上げます。